じゃあ最後ですね、この菩提子、私たちが救われるためには、どのような心を起こし、どのような行為をしていけばいいのか、信内書には善道大師のお言葉に従って、まだご自身も救われた、通ってきた道のりをですね、信内書には教行信書祁答巻に教えておられます。まあ、自利真実に2つあると。で、1つ目は悪をやめていきなさい、人を傷つけることはやめてください、悪をやめていくのが仏教ですから。で、2つ目は今度はね、自利真実の中の2つ目は、ね、今度は善に励んでください、ね、真実心で苦行ではこうしていきなさい、ね、そして信行ではこうしていきなさい、そして異業では、ね、このようにしていきなさいと、ね、口の行いと体の行いと心の行いで、こういう具体例を挙げて信内書には努めていきなさい、そうすれば阿弥陀仏に救われますよと、悟りが開けますよと、こう善道大師信内書には教えておられます。どうしたというか今から見ていきましょう。二つには、これ白いですからね、救われるまでの道のりとしておっしゃる。2つには真実心の中に、これは菩提心のことですね、誠の心でね、四心発願、発菩提心、誠の心、四心の心で頑張ることですよね。自他の凡所と、ね、善に励むことですからね、善を凡所する、お釈迦様が教えられた善をね、凡事、務め、納めていくのが仏教ですから。だからどういう善かといったらね、私の自分自身も善に励む、他人も善に励んでいる方はいっぱいおられますからね、自分も他人も、ね、そして凡夫も商人も、一般人でもね、一般人なりに善を励んでおります。また優れた商人ね、優れた人たち、ね、聖者と言われる方々も少ないけどおりますので、ね、そういう方々、ね、自分も他人も凡夫も商人などですからね、皆さんの周りを見て善に励んでいる方がいたらね、素晴らしいなと随喜されたらいいですよね。悪は随喜しないでください。善ならばね、素晴らしいな、私も頑張っていこうと、この随喜だけでもね、あなたが善をやったことと同じになります。人が不正に頑張ってた、いや素晴らしいな、私も不正頑張ろうと思ったりね、人が頑張って聴聞していたらね、あの方毎週欠かさず聞いている、素晴らしいな、私も聞法しようと、こういうね、人が励んでいる、自分も他人も凡夫も商人などね、だからもう一切合切のあらゆる人々の善を見た時にね、私もそれと同じように善に努め励んでいく、これが大事ですよということね。今から具体例あげます、ね、真実心の中で苦行、じゃあ口の行い、口ではどんなことを行えばいいのかといったらね、具体的にはね、まあ、この阿弥陀仏の救いに預かろうとする私たちは、阿弥陀仏、これ誠の仏様ですよね、もう仏が素晴らしいですよ、阿弥陀仏をね、讃えるだけでも素晴らしい善ですよ ね、 ね、無量無量寿、ね、無量光の素晴らしい男を持った方が阿弥陀仏、他の阿弥陀仏および恵尚二法、阿弥陀仏のことを褒め讃える、ね、南無阿弥陀仏の尊さ、阿弥陀仏そのものを褒め讃える、そしてもう一つね、および安堵、恵尚二法よく出てきます、これちょっと難しいけどね、意味はね、恵方と正方の2つを言います。これ恵方、恵という報いと、ね、恵方と正方というね、2つの報いがあるんです。皆さんで言ったらね、皆さんの肉体はこれ正方と言います。私で言ったらね、この私の肉体が正しい報いなんです。で、私が住んでいる環境が恵方なんです。皆さんで言ったらね、恵方は皆さんが住んでいる環境、よりどころとする部分ね。で、あなた自身、心を生み出した、肉体を生み出した報いを正方と言います。
これ阿弥陀仏の一生二号だからね、阿弥陀仏そのものを正法と申します。そして阿弥陀仏のおられる浄土を恵方と言います。だから仏壇なんかではね、そういう恵方二方が一応観察できるようにしてるんです。阿弥陀仏は正しい報い、阿弥陀仏そのものを正法と申します。で、阿弥陀仏が増します浄土、この浄土はね、その方が作った世界なんですね。有識を学んだら分かりますようにね、皆さんの今の肉体とこの体はね、あなたが過去にあなた自身が真空の3号で作った私であり、今の私は過去のあなたの行為の結果です。それで私の家帰ったらね、私の環境があります。私の家があってね、家族がいる、それは恵方であって、あなた自身が生み出したものなんです。だから正法もあなたの過去の業、恵方もね、環境世界もあなたにしかない環境だから、それぞれね、恵正二方があるんです。阿弥陀仏の恵正二方すごいですよ。阿弥陀仏は悪をやりません、善しかやりません、ね、いつもね、誠の心で真空の三号、全部阿弥陀仏はね、誠の心で九号信号異号されたんでね、素晴らしい浄土を建立された。ただそれをね、我々を見習うというか、褒めたたえるだけで私たちも同じようなまた身になることができる。だから阿弥陀仏は誠の仏様ですからね、阿弥陀仏を褒めたたえる、阿弥陀仏が作られた極楽浄土、また阿弥陀仏ご自身の仏心ね、これは善によってね、生み出されたお体ですからね、その阿弥陀仏とその極楽浄土、阿弥陀仏そのものを褒めたたえることによって、私も善をやりたくなる、ね、ことにつながっていきますから、三段、口でね、阿弥陀仏のことを褒めたたえる、口で阿弥陀仏そのものと極楽浄土を、浄土を褒めたたえる、素晴らしい素晴らしいと。で、こういう浄土が出来上がったのは種まきの結果ですからね、そういう努力の結果、行いの結果生まれた世界だから、私もそういう善に励もう、頑張っていこうという気持ちになるんですよね。褒めたたえることによって、人の善をね、あの人は素晴らしいなと褒めることによってね、私もやっていこうと、ね、そういうような気持ちになるんですね。これ仏教で随喜と言います。褒めるだけでもね、功徳になるとしています。人のいいところを褒める、ね、褒めない人はね、ほんと能力がないんです。お経に書いてますね、能力ない人はね、妬みばっかり起こしてね、人のいいところを褒めないそうです。逆にね、人のいいところを褒める人はね、やがて自分もね、そういう能力が身につくとお経に書いてます。いいところを褒める、長所を褒めるね。これだけでもね、やがてこれ随喜善と仏教で言います。やがてあなたもそういう功徳が身につくと、こう仏教では教えますから。ただ称えることはね、やがてあなたもこの通り実行ができるようになっていきます三段するね。でまたもう一つね、今度は真実心の中菩提心を起こして、今度は口の行いで、今度はね、悪い方はやめましょう、こっちはいい方ですよね。今度はね、三害六道などの自他衣装二法苦悪のことを綺麗にする。これはね、この三害、これはね、貪欲心に愚痴によって作られた世界が三害であり六道なんですよ。悪によって、今我が住んでる三界ね、欲界、色界、無色界、これは我々の煩悩が、ね、生み出した世界が今の私たちの江戸なんです。六道は地獄か鬼畜生、修羅人間天上で、これもね、あなたの心の、ね、真空位の三号、悪号が生み出した世界などだからね。これでいわゆる全ての人々は悪い世界で苦しんでおります。でこれはやはりね、種まきはあなたにあるんですよ。今の私の境涯は過去の私たちの悪業によりますから。だからそういうね、こういう苦しみの世界を生み出したのはね、ね、種まきであります。そういうね、自分も他人も、ね、人も私もね、みんな凡夫だから悪業を作ってますよね。自他の衣装二法、ね、人は正法、環境は恵方であります、ね、私は正法、私の環境は恵方です、ね、周り見ると、ね、
みんな苦しんでおります。そういう苦しんでる境涯は偶然じゃない。苦しんでる境涯を作ったのはその人の種まきなんです。この肉体を生み出したのは、みんな顔が違いますね、肉体も心も違う。この商法はあなたの業が生み出したものなんですよね。悪業によって苦しみの肉体、ね、苦しんでる境涯が生み出された、ね、それをね、それに苦悪のこと、苦しみというのは悪によって苦しみが生み出されること、事実ね、苦悪のこと、これをね、そしりいといなさいと、ね、我ら悪をね、みんな好き好んでやるんです。悪を好むことをやめなさい。悪はね、そしって厭いなさい。悪をやめなさい。悪を作るから今のね、苦しみの境涯が生み出された。だから伝道大師ね、菩提樹を起こして、こういう苦しみの境涯を生み出す種まきはあなたの心にあるね。苦行でね、いいところは褒めて、悪いところは消え、ね、そして厭いなさいと。悪はやめましょう、ね、そういう消えにしていきなさいと。こうね、いいことは褒め、悪いことはね、そしり厭っていきなさいと、まあ、悪をやめていきなさいということですよね。悪いことを言わないように、悪いことをね、口で出さないようにしていきましょうと。平気で悪口言うたらあなたが苦しむからね、嘘をついたりしない、ね、悪口言うたりしないということですよね。またね、また言い換えた次ですね、今度はね、また一切修行の三号諸位の是、ね、一切修行、生きとし生きるものの中でもね、善に励んでいる方あるんです。少ないけどね、一切修行、十方修行の中で善号に励んでいる人がいます。真悔の三号でなすところ、諸位とはなす、なすところね、この皆さんの周りでもね、善に励んでいる方ありますから、そういう方を見習いましょう。一切修行の三号諸位の善を ね、素晴らしいなと妬むんじゃなくて、善を励んでいる方に対しては素晴らしいなと算段したら、あなたもその善ができるようになりますから、一切修行の三号諸位の善を算段していきましょう。これが菩薩ですよと。そしてもしね、この一切修行が善行をしていなかったら、もし善行にあらず悪いことをしている友達や人がいたならばね、慎んで敬って、敬して遠ざかれ、ね、これ敬遠という言葉はここから来ましたよね。仏教では悪人に対してはね、慎んで遠ざかれ、近づくべからずと教えるんですね。悪を好む人には慎んで遠ざかれ、近づくべからずという有名なお言葉が親鸞の、お手紙にありますけど、ここを参考にして親鸞をおっしゃっています。悪を好む人にはね、慎んで遠ざかれ、近づくべからずで、善に励んでいる方には近づいたらね、あなたも善ができるようになりますから、悪人に近づいたらいいことありません。悪い影響を受けますから、悪人には慎んで敬って、遠ざかれ、敬遠主義を取った方がいいと、こう禅道大師親鸞におっしゃっています。悪に対しては随喜するなということですね。一切修行が良いことをしている人がいたならば、その善を算段して褒めたたえてください。もし一切修行が善行をしていなかったら、悪をやっていたら、悪はあなたが遠ざかって慎んで、またおもろいなと思って随喜したら、あなたが悪を作りますから。悪を見て面白いなと思ったらね、だから殺人映画でもね、うわー殺しとるわと思って喜んどったらね、あなた同じ罪作りますから、随喜ですからね。随喜も悪の方ならば、あなた自身が報いを受けますから、気をつけてくださいとおっしゃいます。これが苦行の注意点ね。まずは苦行の注意点、今度は次、信号の注意点、今から言います。どういう体の行いを気をつけたらいいかと言いますと、誠の心、菩提心を起こして真実心で、信号ではね、仏様にね、合掌ですよね、合掌、棚心を合わせる、素晴らしい善ですよ ね、合掌、ね、
棚心を合わせる、ね、来教、来拝し、敬う。そして四時、これ供養ですね、供養。四時はこれね、供養四つあるんですね。昔お釈迦様時代はね、この仏法専門の人はね、仕事してないからね、供養で生きるんですよね。四つあります。衣食住プラス薬なんです。いわゆる生活に必要なものはこの四つなんです。着るもの、食べるもの、住むところ、あと薬、これを四時と言います。ここには当然ね、文法も含まれてますけどね、文法をするためにね、仏法を説く、ね、先生に供養するんです。これを四時と言いますなど。だからね、それを含めてはさまざま、体では、ね、信号では合掌し、代表し、実際にね、食べ物とか必要なものを持って、阿弥陀仏と、ね、阿弥陀仏と、そして衣装二法ね、阿弥陀仏そのものと阿弥陀仏の浄土。だからここからお仏壇のね、お供物を備えるというのがね、ここから多分生まれてきたんだと思います。実は阿弥陀仏見えないからね、仮に木像などをね、一応設定してご名具を置いて、阿弥陀仏を呼び、阿弥陀仏の浄土を思い浮かべるのが仏壇ですから、阿弥陀仏の浄土と阿弥陀仏そのものをね、供養する。まあ実際は人なんですけどね、実際仏法を取り下さる方に本来は供養するのが本来の供養なんだけども、まあ、ここで阿弥陀仏、そして阿弥陀仏の増します浄土をね、供養する、必要なものを供養すると、これが信号として、教えられます。あともう一つ、今度は信号で、今度は逆の方ですね。また真実心の中で信号では今度はね、この生死三害など、今生きている世界は生まれたり死んだりして悪業によってね、私たちは生死、ね、生まれたり死んだり、生まれ変わり死に変わりで我々は、流転輪廻しております。三害、苦しみ悩みの世界などですからね、等などで、こういう苦しみを生み出しているのはね、まあ信号でいい行いしてからしてないからなんですよね。それで自他のね、こういう悪い世界を生み出す、ね、自分もそうだしね、人もそういうことやってますから、例えば貪欲を起こせばガキ道に落ちます。怒りを起こせば地獄に落ちます、ね、愚痴を起こせば畜生に生まれると、簡単に言えばね、まあそんな現実もじゃないけどね、貪欲、真に愚痴によってこの世はね、苦しみの世界が、心が生み出した世界だから、ね、それぞれみんな種まき違いますけども、悪を作ったら生死三害の苦しみを受けねばならない。で、自分も他人もね、衣装二法ね、体と環境、悪い環境を好んではいけません、ね、この悪い苦しむ世界は軽んじて、ね、侮りなさいと、ねね、悪い世界を、ね、大事にしたらダメなんですよね。テロリストを大事にするとか、そう、テロリストは共慢しないといけないと、ね、大事にしてはいけません。悪をする者に対しては軽んじ、ね、共慢していきなさいと、そして意図に捨てていきなさいと。悪は意図に捨てる、悪業を作ったらあなた苦しむからね、我々は悪業を好んでやるから苦しみが絶えない。悪は、ね、意図に捨てていきなさい、あと悪は軽んじて、ね、大事にしてはいけませんよと。これが信号として大事なこと。なぜ三害生死が生み出されるか、ね、体で悪いことを、ね、殺すとか盗むとか、ね、不倫をするとか、そういう、ね、悪業によってこういう世界が作られるから、そういう、ね、信号は離れていきなさいとおっしゃるんですね。で、今度は異業であります。異業についてはね、今度は、また真実心の中の異業をね、一番大事、心の行いね、大事なのは他の阿弥陀仏ね、阿弥陀仏ね、他の阿弥陀仏および衣装二法ね、阿弥陀仏の極楽浄土、この極楽浄土は良い種まきによって生み出された世界が極楽浄土ですね。阿弥陀仏そのものは正法ね、誠の心で、誠の真空の三合でなされた結果が方便法身の阿弥陀様でありますから、
そういう阿弥陀仏仏様は善によって生み出されたお体でありお姿なんですよね。その恵生二宝、ね、その素晴らしい種まきの、ね、良い種まきの結果生み出された仏様や浄土はですね、それをね、思想、思い、思う、ここからそう生まれたんですかね。正しいものを思い、思う、そして正しいもの、ね、極楽とその浄土で観察、ね、観察していく、そして憶念していく、ね、そして、ね、目の前にあるがごとく、ね、浄土を思い浮かべる、思い浮かべたら当然善をするようになるんですよね。極楽浄土が生み出されたのはそういう種まきの結果ですから、自分もね、体や口や心で悪いことをやめ良いことをね、思っていく、言うていく、やっていこうと、この阿弥陀仏の極楽浄土を思い浮かべることによって阿弥陀仏を念じ、阿弥陀仏の浄土を思い浮かべる、思想し、観察し、憶念して、まるで目の前にね現れているようにね、阿弥陀仏とその極楽浄土を思って観察して憶念していきなさいと。あともう一つ、ね、真実心の中の異号、もう一つね、こっちは悪い号です、こっちはいい号、ね、この生死三害と、ね、今我が住んでる世界は、ね、偶然じゃありません。過去の種まきの結果、ね、この生死、ね、生まれたり死んだりするのはこれあなたのね過去の種まきなんですよね。悪業を絶たない限り、悟りを開かない限りはずっと生まれ変わりがこれからね、どれからか分かりません。生死、そして三害、苦しみ悩みの世界などをね、具天輪廻する、ね、でそれは、ね、悪業の結果でありますから、そういうなどのね、自分もね、過去を迷ってきた人もね、楽しんできました。で自分も他人もみんな生死、三害迷ってきました。でそれはどうしてかといったら恵方二方なんですね。この皆さんの環境世界というものは恵方でありますね。これ偶然にありませんよ。今の環境を生み出したあなた自身の種まきですから。そしてもう一つね、生法、あなたのいわゆる肉体、ね、こういう顔してこういう性格持って、これは過去の種まき、ね、両親を縁としてこういう顔や性格になった、自分自身の自業自得なんですよね。それで悪いところは軽んじて癒しんでいきましょうと。悪いものをね愛したり、ね、尊敬したら悪作るからね、悪いものは軽んじ癒しんで糸に捨てていきましょうと。悪いことはやめていく、だから徹底して仏教は、ね、悪いことをやめて良いことをしていく、つまり配役主善、この実践によって仏様は悟りを開かれたんです。善良大師もこの教えからずれてはおりません。ただ阿弥陀仏中心にこれ説かれているだけであってね、内容から言ったらお釈迦様の仏教と全くね同じでございます。それを善良大師は実践されて阿弥陀仏に救い取られた。法然上人もそうです、親鸞上人もそうです。ただそれが本当にね、最後できないとおそらく知らされて救われたんだと思いますけどもね。でも、実践して悟る方もあります。まあ、浄土仏教はね、発菩提心、菩提心を起こして、そして煩悩の苦毒を治め、四心発願欲生我国の心で進んでいくのが、これが十九願の教え。これが実践できたら臨終にね、枕元に阿弥陀仏が観音聖書を引き連れて、あなたの種まきのね度合いによって九通りの往生があってね、たくさん税励んだならば阿弥陀仏は観音聖書、あとたくさん菩薩、25菩薩を引き連れて迎えに来てくれるけどもね、あまり善がなかったら阿弥陀仏だけかもしれません。まあそういうふうに、まあ、差別はあります。あなたの善のね、この程度によって仏教では九梵往生といってね、九通りの往生があると説いたのが家部老寿経であります。これが十九願の方便の教えであります。ここをね、誰もが通って、そして真と世界に入っていくんだよと、まあ、これが親鸞上人の、三願天入の教え。家部老寿経はね、
全道大師法然上人は桓武領事教は真実のお経という立場なんです。二つ御心あるとおっしゃってません。親鸞上人だけが、ね、この桓武領事教、これ解説書で、ね、桓武領事教にはね、表の意味と裏の意味がある。表は方便、裏は真実。この方便のね、ここを通って裏の真実にたどり着くというのが親鸞上人の解脱観の見解なんです。まあ、これは明恵とのやり取りがおそらくあったと思いますけどね。親鸞上人が地球上で初めて、仏教界で初めてね、この桓武領事経というお経に恩恵があると。表の意味、方便の、これ方便の内容ね、方便と裏の真実、2つあるんです。ただ同じ内容がね、進化にも引用されてますけどね、ちょっと中身が違います。引用の部分が削られたりとか結構ややこしいんです。けどかは明らかにね、方便だからね、このようにやりなさいという内容です。で、やって知らされた世界が進化とかにまた説かれています。だからこの引用場所によってはね、意味が変わってくるんです。ここを見抜かれたのが親鸞上人ですね。同じ言葉でもね、意味合いが違うんです。で、ここは解脱観だからね、皆さんね、真面目に教えられた通りやっていけば、この親鸞と同じね、世界に出ることができますということで、ここははっきりとね、真実真理ね、符号、信号、異号、具体的にね、三号で、悪いことをやめなさい、良いことをやりなさい、これが、救われるまでの道程として大切な心がけ、菩提心を起こして四諸苦毒を収めていく、そして四心発願欲生覚悟の心、これが十不願の御心であることをね、これまだまだいろんなもの引用されてますけど、ここではここで一応全部です、ね、あの自利真実、あの解脱観にはね、利他真実が出てません。自利真実だけ、自利の真実に2種類ある。悪をやめなさいが1つ目、善をやりなさいが2つ目ですね。で、善にはちょっと具体的にね、符号と信号と異号で具体例を、具体的なものを挙げて善に励みなさいと、こうね、親鸞上人は教えておられます。で、これを皆さんがね、実践していかれたら必ずね、幸せになれるからということで我々に教えられた、もうこれがこのね、三千偈の引用の御心であります。はい、じゃあ、今日はこれで終わりたいと思います。はい、じゃあ今から始めますね。